こんにちは、我のサポーターの南部佳穂です。そして今回も私の隣にいらっしゃるのはこの方です。はい、ドリフトドライバーの川端雅人です。川端選手、今回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、川端選手に車には欠かせないオイルについてのお話を伺っていきたいと思います。はい、まずはこちらのオイルを作っている会社様がどんな会社説明です。株式会社ドライバジャパン様は潤滑剤、洗浄剤、ケミカル商品など最高品質の製品を開発、製造、販売されている会社です。人にとってドライバロジーはなくてはならない技術であると考えられ、近年潤滑剤のニーズにオンデマンドに対応すべく開発型の事業活動を目指されております。それでは早速川端選手からオイルについてのあれこれを聞き出していきたいと思います。まず川端選手、はい、このオイルはこのマシンのどの部分に使われているんですか？はい、いっぱい使ってます。いっぱい、はい、まず大きく言うとですね、はい、エンジン、ミッション、デフ、こういったところにまず使用されています。はい、それ以外の場所ですね、ありとあらゆるオイルを使う部分には、はい、このモティブ製の、製品が使われています。いろんなところで活躍しているということですね。そうですね、とにかくいろいろオイルを使うっていうのは車の中ではすごく多いですね。はい、ちなみにこのモティルさんのオイルを使うことによってどんな変化が起きるんでしょうか？そうですね、まずエンジンはすごい今の B1 車両は大パワーなんで、はい、その相性が悪いとエンジンを壊してしまう結果になってしまうので、エンジンに関してはこの人間の血液的な役目、でとにかく、焼き付かない、熱に強い、高回転回してもうまく切れがないっていったような、強いオイルが入ってますね。で、まあ、それ以外今度ミッションやデフっていったところは今度機械同士の、熱よりかはどちらかというとその摩擦の方ですかね、での、ギアの入りのフィーリングであったりとか、あと LSD とかだとその左右の、ロック率の変化、熱だれ、まあ、そういったところが強くなることによってより安定した走行がずっと長時間、確保できる、部品も長持ちするといったような、メリットはありますね。その部品その部品で役割のが変わってくる。そうですね、単純にオイルといってもいろいろ成分が違いますし、その中でもその使用目的に合わせた最適なオイルをモティさんの方から、提供していただいて、なるほど、ありがとうございます。はい、今回はマシンには欠かすことのできないこちらのモティさんのオイルについてのお話を川端選手からお聞かせいただきました。川端選手ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今年も株式会社ドライブジャパン様はチーム東洋タイヤドリフト川端チームを最大限サポートしていただきます。どうもありがとうございました。